今回はたったの20秒で腹直筋や腹横筋をしっかり鍛えてお腹をへこませることができるアイソメワンレッグレイズを紹介していきます。今回の動画を最後まで見ることでなかなか効かないクランチ、シットアップしても全然腹筋痛くならない、日に日に回数が増えるだけ、そんな方に簡単でお腹に効かす方法というのが分かってきます。必ず最後まで見てもらって一緒に頑張っていきましょう。はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回ですね、たったの20秒でお腹にしっかり効かすことができるアイソメワンレッグレイズを紹介します。腹筋というのはどうしても足を動かす、または上体を起こす、そうすることによって腹筋に効かせます。腹筋を効かすポイントとしては腰が浮かないように行う、腹筋以外にできるだけ力が入らないように行う、そうすることでできるだけ腹筋に効かせることができてくるんですけども、今回はそんな意識を省いてもお腹に簡単に効きます。いろんな腹筋があるんですけども、やはりレベルに応じてちょうどいいエクササイズをしないとやはり腹筋に効きにくい、他の場所が痛い、お腹に効く前に他のところが痛くなってしまう、そうなるとお腹に効きませんから、自分のレベルに合ったものを選んでください。そこで今回は応用編として初級、中級、上級と3種目行っていきます。各20秒しますから3つやっても1分です。頑張ってやっていきましょう。そしていろんな腹筋があるんですけども、どれもやることをねおすすめします。いろいろやった中で自分が効かせやすいものというのが今のレベルにぴったりです。今回はアイソメトリック収縮というのをしながら腹筋により効かしていこうと思います。それでは初級から紹介していきます。初級編は片足を曲げて片手で足首を掴んでおきます。反対の足はできるだけ遠くに伸ばして手で膝を触る感じで起き上がって10秒キープです。呼吸は10秒間吐き続けます。お腹にとにかく力を入れてお腹をへこませながら息がなくなるまで10秒吐き続けてください。そして体を起こすのはやはり腹筋がいりますから、難しい方のために足首を持って足首を引き寄せる感じで体を腹筋の効く位置まで持ち上げて手は遠くに伸ばして10秒キープ。これを左右10秒ずつ初級編はやっていきましょう。携帯は横に置いといてください。それでは10秒いきます。3、2、1、5、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。反対いきます。3、2、1、5、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。 OK。 次は中級編です。中級編は足首を持たずに曲げてるももを手で押します。上体を起こしてももを手で押してキープです。ももを手で押すことで腹筋にアイソメトリック収縮が起きます。要するに起き上がりたい体を手で押しますから起き上がっておくことが辛くなります。それでお腹をしっかり効かしていきます。伸ばしてる足は一緒です。手をしっかり伸ばして膝を触る感じで体を起こしてキープ。10秒いきましょう。スマホは置いといてください。しっかりももを押します。いきます。3、2、1、5、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。反対いきます。3、2、1、5、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。
OK。 いやー、中級結構効いたと思います。ラスト上級です。上級はももを押さえながら足を動かします。息吐きながらです。頑張っていきましょう。ラスト3、2、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。反対いきます。3、2、1、5、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。 OK。 お疲れ様でした。いやー、久々にお腹に効いた。やっぱりアイソメトリックは効きます。今のはね、中級上級っていうのはちょっと難しいんですけど、これができてくるとすごいお腹に効きます。これはワンレッグでやったんですけど、両足だったら結構難しいです。なのでバランス取るためにワンレッグでももを押さえて、お腹にアイソメトリック収縮を加えて、少ない時間で効かしていくというやり方になります。もちろんね、初歩的なものとしてはしっかりお尻を締めて腰を床につけて上体を起こすっていうことがまずできてないと、お腹より先に腰が痛くなってしまうんで、まあ、そこはしっかりね、お腹をへこませて腰を丸める、出るお尻を締める、お腹をへこませて腰を後ろに出す。これがこうなってると床から腰が浮いてしまうので、しっかりね、お尻をキュッキュッと締めて腰を床につける、まっすぐにさせる、お尻を締める。そうすると腹筋を締めた状態で行えるので、しっかりね、腹筋に効かすことができます。そして息を吐くこと、口を尖らせてふーっと腹圧をかけて、ふーっていう感じでお腹をへこましていく、腹横筋っていうのが同時に使うことができれば、お腹は確実にへこんできます。下手すると次の日からお腹がへこんでます。なので今回はね、腹筋アイソメワンレッグレイズというのをやってみてください。もしレベルに合わずにできなかった方はですね、他の種類の腹筋をやって、またこの腹筋に戻ってみてください。その時は必ずできるはずです。頑張っていきましょう。勉強だった方、よかったらグッドボタン、コメントよろしくお願いします。各種 SNS も行ってます。説明欄にリンク貼ってますので、動画のシェア、そして SNS のフォローよろしくお願いします。今回もご視聴ありがとうございました。Thank you.